ニコライ・ウラジーミロビチ・レビチェフは、ロシアの政治家。厚生ロシア党首、国会員厚生ロシア会派指導者。1953年5月28日、ソビエト連邦、レニングラード、プーシキン地区に生まれる。父・ウラジーミル・レビチェフは、軍事学校で、無線通信の教授を務め、いくつかの著作もある。母親は数学を学び、雑誌、ナウカ編集部で、 グラフィックデザイナーとして働いた。また、祖父は、サンクトペテルブルク大学生物学部を卒業した、学者であり、ペテルブルク名誉市民号を授与された人物であった。プーシキン第410高等学校で学ぶが、同じ学級に、セルゲイ・ミローノフがいた。また、数学オリンピックで優勝している。9学年から10学年までは、レニングラード第239学校で、 物理学、数学を学び、1970年に卒業した。1976年、ジダーノフ名称レニングラード大学物理学部を卒業する。大学時代の同窓生にはロシア中央選挙、管理委員会委員長のウラジーミル・チューロフがいる。1991年ソ連共産党中央委員会付属社会科学アカデミーを修了している。2002年、セルゲイ・ミローノフラと、 ロシア生活党を結成し、党全国評議会共同議長に選出される。2004年ロシア大統領選挙では、ミローノフ陣営の選挙対策本部を指揮した。2006年10月28日、ロシア生活党、祖国、ロシア年金党が合同し、公正ロシアが結成されると、中央評議会幹部会初期に選出される。2011年4月16日、 モスクワで構成ロシア第5回党大会が開催され、党首に選出された。ABC ストリンガー17.04-2011 18.04-2011インターファクスニュース構成ロシア党首にニコライ・レビチェフを選出。2012年2月12日へ閲覧。ありがとうございます。